ビオラさん、マイデザインは寄付しています。間違えた。マイデザイン配布しています。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イメミの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロンイメミの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は白樺の切り株と草原とレンガ道、フォトスの花壇などがあるアストルム村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベリでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢を踊りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでアストルム村に出発。はい、アストルム村に到着。え、めっちゃすごいんやけど。え、早速めっちゃすごいんやけど。夢の世界へようこそ。あなたは今アストルムという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のアストルムの世界をご堪能遊ばせ。え、やばいね、見てこれ。ちなみにこの地面のデザインも服も家の中のファブリックも全部自作らしいです。え、やばいね。二通りあるのか、着替えが。フーコのリボン。じゃ、ちょっとこっちの、多分こっちが女の子っぽい方だと思うので、こっちで私は行きたいと思います。これメガホンか。ん？靴とかは？あったか。あ、あったね。着替えます。いいね。この髪型この色にこれ合っとるかもしれん。じゃーん。見て見て。いいとこのお嬢様みたいやろ。ふふふ。めっちゃいいとこのお嬢様やろ。超いいわ。そしてこの早速のね、白樺の切り株。え、めっちゃいい。かわいい。てかすごいな。これ自作なの。やばくない？やばくない？さあ、これは、あ、出口っていう出口は特にないんかな。あ、すごい。ほら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 。これマイデザイン全部自分で作ったってやばすぎるんだけど。私なんかね、めちゃくちゃ簡単な、ちびまる子ちゃんみたいなスカートですら、あっという間にはできなかったんだけど。やばいな。これがポトスの花壇か。そういうことだね、これ。家の周りがポトスの花壇で囲まれていると。ここの家の人は？家の中かな。多分これ2軒目の家の人やと思う、件。お邪魔します。あ、なんか、めっちゃちっちゃいのにすごいおしゃれなんだけど。どうも。家小さいけど、ゆっくりしてね。全然全然、もうゆっくりできるよ。何さんやろ？リアムさんでいいんかな？え、なんかもうこんだけでさ、え、モテるでしょ、君。え、モテるでしょ、君。だってなんか、ちょっとおしゃれなカフェみたいな感じじゃない？やば。これ家なんでしょ、君の。あれかな？全体的に家の中も植物が多い感じなんかな？もしかしたら。ね、これ村全体がマイデザも使ってめちゃくちゃ自然に溢れてるような感じになっとるやん。すごいよね。はい、そしてこの2軒目なんやけど、え、君は？え、どこの家の人？ここの家の人であったんかな？どうも。ビオラさん？マイデザインは寄付しています。間違えた。マイデザイン配布しています。切る場所間違えた。マイデザイン配布してますやって。じゃ、みんな、みんなぜひぜひ。あ、この人じゃない？ 2 軒目この人じゃない？ちょっと。どうも、傘回ししちゃったよ。アストルムは星星座って意味。へえ、なるほど。そこは植物じゃないんや。星星座。多分、絶対、ロマンチストやと思う、村長さん。ね、確実に。ほら、やっぱ小さくてもめちゃくちゃ可愛いんやって。すごいオシャレで可愛いんだけど。いいな。しかもなんかいい感じに緑、自然が、織り込まれとるっていうのね。素敵すぎる。素敵すぎる、超可愛い。いいな、いいな。なんなん、なんか私ね、ひたすら家をでかくでかくしていって、
で、なんかスッカスカな感じになっとるけど。小さくてもこんなにおしゃれにできるよ、できるのよっていうのをね、なんかちょっと見せつけられた感。さあ、そしてこれが3軒目。ここがビオラさん家かな。すべての人の家の周りにポトスの花壇があるんやね。ほー。やっぱなんか一人一人、しかも、おしゃれで、綺麗で、ちゃんとなんか個性みたいなのも出とるよね。なんかそれぞれちゃんと違う感じがするもん。いいなぁ。何？なんでこんな綺麗で可愛い家に住めるの？だってワンルームで全然やっていけるやん。いや、うちワンルームで狭いからって友達の家に招待されてこれやったら全然綺麗ってなるけど。普通に全然いいんやけど。むしろ理想じゃね。はい、そして、じゃ、一軒だけ離れた、あっちの家が村長さんの家ってことかな。村長さんの家はきっと、めちゃくちゃ広かったりするんだ。あ、こういう感じで。なるほど、なるほど。そういうパターンじゃない？お、どうも。アリアさん、来てくださってありがとう。多分、人の名前も全部花の名前になっとんよね。来てくださってありがとう。いえいえいえ、もうね、どういたしまして。どういたしまして。ほら、めっちゃ自然だらけなんよ。ちょっとお邪魔しますね。ほら、やっぱり他の住人さんたちとは違う家の大きさ。かわいい。あ、すごい落ち着いた感じの家やね。早速こうね、クマさんが出迎えてくれたりとかして。これすごい落ち着く空間。そしてね、こう、音楽はなくても波の音がいい感じに聞こえてくるっていう。え、めっちゃいいやん。超いいやん。あとなんか、なんやろ。こんだけね、植物だらけやけん、すごいなんかマイナスイオン出てそうな感じする。ね、潤いそう。はい、左の部屋は、あ、左の部屋はなんかすごいあったかそうな感じやね。温かみを感じる部屋って感じ。そしてここでアップルパイを食べると。アップルパイかな、これ。私、アップルパイ、あんま見たことないけんよくわからんねえけどね。何気にここ何？カウンター？ほら。カウンター席になっとるよ。そして、ここで編み物をしたりとか、ま、なんかここでね、折ったりとか、してるのね。へぇー。なんか、いいね。え、別に、何？正面のところ、正面の部屋？メインの部屋が、冷たい感じがするわけじゃないんやけど、でも落ち着くけど、なんかちょっとしっとりしてそうな。ちょっとマイナスイオンが出てそうって言ったけど、そういうイメージやったけど、ここはなんかめっちゃポカポカしてそうな感じ。やっぱ色も関係あるんやろうね。あっち青くって、こっち赤っぽいけん。はい、そして奥の部屋へ。お、奥はなんかすごい清潔感が溢れる感じの。そして巨大なクマさん。ね、なんか暖炉が置いてあるんやけど、ここはなんか、さっきの左の部屋に比べたら、温かみっていうよりは、なんか清潔さみたいな。そういう感じじゃない？だってこの辺のも全部自作ってことやろ。すごいよね。で、なんか家の中のファブリックも全部自作ですって言ったけん。え、すごい可愛い。女子力に溢れてる。いいな。なんかそれぞれ違った印象に見えるね、部屋が。さあ、そして、右側の部屋へ。お、右側でまたなんかちょっと落ち着いた感じの。なんて言うんやろ、ちょっとなんか、トトロに出てくる家みたいな。わかる？サツキとメイの家。あ、トウモロコシもあるし。いや、まあ、あれは家になっとったわけじゃないけど。なんかそういう感じ。パパの書斎みたいな。いいね。なんかどの部屋におっても、こう植物が身近にある。
こういう感じの家ってさ、現実問題どうなんやろ。なんかね、誰かしら専門の人を雇ってなかったら、なんかこう家中の植物に水をやって回るってなんかすごい大変そう。普通の家とかは多分ね、あの家のベランダとか庭とかにだけ植物があったりとかするんやろうけど、水をやらんでもいいタイプの植物なんかな、あるよね。なんかさ、そして2階ちょっとなんかお店っぽい感じに見えるよね。お店ではないんかな、ちょっとなんか和風喫茶みたいな感じ。なんか右半分は植物コーナー、植物鑑賞コーナーみたいな感じやけど、左半分ちょっとなんか和風カフェって感じじゃない？これなんなんやろ？巻き寿司？こんなのあるんや。へえ。あ、ほら、なんか、こっちの方とか、クマちゃんからパンダに。かわいい。はい、そして地下へ。お？地下はなんか不思議な空間。めっちゃ不思議な空間に来た。これ何？え？これ何なんやろ？なんかよくわからん。え？ブタや、ブタ。ブタの貯金箱か、これ。なるほどね。なんか、合間合間にね、ブタとか羊とか、いろいろ動物がおって、で、あとなんか植物とか、キノコ生えとったり、カボチャが置いてあったり、卵があったり、スイカも。なんか面白い空間やね。どういう感じなんやろ。そしてバラたちがいっぱい置いてあると。そういう感じの、なんか不思議空間って感じです。こういう細かいさ、なんか色の濃淡とか、なんか書き分けるの難しそうやなって思った。あとはなんか、こう、多分全ての家に、あえて音楽がないんやと思うよね。え、なんかすごいそんな感じがする。あえて音楽なしにすることによって、まあ、最後の村長さんの家なんかは、まあ、静かにゆったりとした空間を演出することができとるよね。波の音だけが聞こえてきてみたいな。あ、キャンプ場の周りにもポトスの花壇あるやん。すごい。もしかして動物？動物の家の周りにもポトスがあるんやね。へえ、もうすべての家ってことか、本当に。ポトス可愛いよね。ポトス可愛いの意味がよくわからんって言われたけど、いや、葉っぱとか可愛くない？ポトス。私好きなんやけど、普通に。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、これくらいの技術があったら多分マイデザ作るのめちゃくちゃ楽しいと思う。私もそういう風になりたいけど難しいな、ドット絵。